中国とのビジネスはさらに伸びるかという多いですね今回、はい、話です、ね、そうですね、まあ、経済の、はい話です。そうです。あの、はい、経済の話なんですけど、皆さん覚えてますかね。あのマクロン大統領が、うん、どうですね。習近平さんに北京に行って会いに行ったというエピソードがあったじゃないですか。うんはい、まあこれに関してエコノミストがですね、その行った当時、まあこれ4月の半ばなんですけど、はい、行った当時にですね、うん、いや実際になぜマクロンはわざわざ、うん中国北京に行くのかと、はい、でその理由としてこれ一つあるんじゃないかって言ったの記事を出したんですよ。うん、それは何かというと。ラグジュアリーブランド、はい、フランスのラグジュアリーブランドというと皆さん、何かご存知のやつありますかね、まあ、有名なところはルイ・ヴィトンとかエルメスじゃないですか、エルメス、エルメス、はいはい、他に何ですか、なんかパッと思いつくと、まあ、今ジョン・ロブはねジョン・ロブはだってあれイギリス、いやいや、まあ、もうジョン・ロブパリですから、ああまあそうですね、フランス資本になっちゃったじゃないですか、はいはい、まあそうですね、あの他に何かフランスのもので高級品のブランドっていうと他に何があるかな、ベルルッティとかですね、あベルルッティとか、はい、ありますよね、いっぱいありますよ、はい、でそういうあの、うん、ブランドがなんと去年の、今頃の売り上げと比べて、うんはいまあ、中国がやはり、コロナ後でオープンしたわけじゃないですか、はいうん、そうすると、大体が、まあ、そのかそこの会社のフランスの高級ブランドの会社の株が、はい、なんとにあ売り上げか、はい、20% 上がってるっていう、はいまあ、ルイ・ヴィトンです。ルイ・ヴィトングループですね。ルイ・ヴィトングループか。LVMH ですね。はい。はい、まあ、そういうものが中心に、まあ、とんでもなく上がってるということですよね。はい、売上高が。はい、まあ、去年に比べて 17%、20% というのが軒並みなわけですよ。はいうん、なので、しかもほら、あの中国の方が今、あのヨーロッパに行かれると、うん。で、そこでも高級ブランドとか、カバンとか買い続けてる。まあ、あの、バブルの時の日本ですね。ああ、そうですね。もうフランスの目抜き通りのね、はい、あのシャンゼリゼを、はいも, うはい、もう買いまくってると買いまくってると、はい、日本人がねもう、オープンからね、はい、ブワーッと入って棚全部買うみたいな、はいはいはい、ありましたね、はい、でそういう現状が今まさに中国人がやっぱりその、まあ、特にコロナ後でゴーッ、はい、ガーッと買ってるのでその勢いはやっぱりまだ止まらないという状況で、うんはい、あのフランスは、うん、でフランスのやはりそういうブランドものの人たちは、はい、やっぱり高級ブランドの人たちはこれでやっぱりまだいけるだろうっていうそのビジネスでまだ中国といけるっていう楽観論があるんです、はいうん、で実際にほら売り上げも上がってるから、うん、まだまだ中国と特にフランスは、まあ、衝突もしないから、うん、いけるだろうっていう考え方あるじゃないですか、はい、でも本番組は結局のところやっぱりアメリカと中国ってぶつかっちゃうよねって思ってますよね、はい、という意味ではこの今世界ではこのまさにフランスを代表するようなまだビジネスできる派と、うんいやいやいやもうこれからやばくなるんじゃない半導体とか見てみろよっていう意味で、うんはい、安全保障関係の人たち、うん、これぶつかるからやばくなるよねっていう人たちが、はい、これ世界観が今ぶつかってるっていう状況なんですよ、はいうんまずじゃあこの世界観の違い、うんまあ、本当に単純に言えばですね、うん、やっぱ見えてくるのが米中対立世界観の違い今回やっぱりそういうものが、まあ、エコノミストの記事ではフランスがやっぱりその楽観派だということはあったんですけどいやそれに対してアメリカの特にあもう戦略やる人たち全員は悲観派ですよねやはりどうしても、うん経済、まあ、政治と安保の人たちはやっぱりこの皆さんから見て右側の悲観派の方で、まあ、やっぱりワールドオーダー世界国際秩序をめぐる戦いが起こるよねと、うん、でそうなると経済的にデカップリングつまりアメリカ と、中国が、まあ、西側と中国かなが基本的にその経済的に切り離されるよねと、うん、独自のまあブロック経済ではないんですけどそういう形になるんじゃないのって言ってる人たちがいるんですけど、うんまあ、あのエコノミスト的に見るとこのフランスの人たちってやっぱ楽観派で、うんまあ、ビジネス系の人でリベラルで、うん、しかもまだ中国に投資しても OK と思ってる、はい、で貿易関係は、まあ、今後もさらにどん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 緊密になってくる、はい、なのでバッグもずっと買ってくれるだろうと、うん、高級バッグ、はい、でこういうあの世界観の違いがありますよねっていうのは、うん、僕ちょっとやっぱ大きく見てこれがぶつかってるなっていう印象を受けたんですけど、はい、はい、ということですね。で、これ我々ここから考えなきゃいけないのはですよ、まだ儲けようとするリベラルな投資家がいるんですけど、はいうん、これどっかで絶対に破綻するんですよ、はいうん、だからどっちかが正しいことであるっていうのが証明されるとは僕は思うんですね。いやでも、うん、この楽観論の人は、はいはい、例えば、10億突っ込みましたと、はい、で中国とアメリカがぶつかるまでに20億稼げるかもしれない、はいはい、ああその最後のギリギリのとこまで、うん、そうやっぱほら、電球が切れる前が一番軽いと、電球もそうだしろうそくもねそうそうろうそくもあのピカッと光るやつですね。もうあの
ギリギリになればなるほどみんな新しいやつが新規投資知ってこないから独占できるぐらいの恐ろしい感じになっ、だってドイツですらちょっと引き出してるわけですよ。確かに確かに、最終投資家と言われてるドイツすら結構引き出してる。そこにやっぱフランスが来たと。そうですよね、はい、ってことですよね、はい、であのこれですね結局のところ、うん、これですよ、はい、安全保障か経済優先かという、うん、はい、まあ、究極の二択ですよね、うん、でその経済優先の部分をどこまで引っ張れるかって話じゃないですか、うん、今の和田さんの話で言うと、まあ、そうですね、そうすると、はい、これなんですよ、国の対立、うん、やっぱ奥山さんの研究してる地政学的な位置によって考え方やっぱそれ違うんじゃないか、要するに場所ですね、場所です、場所ですね、なので、はい、確かに中国に対しては、はいはいはい、やっぱフランスは緩いと、うん、まあ、台湾、その台湾危機、今回マクロンがちょっと言って、はいはい、台湾危機を我々巻き込まれたくないって言ったのは、うん、やっぱりちょっと離れてるからっていうのはもちろんあると思いますね、そうですね、確かに、うん、で日本はそれに対してってことで、これなんかこうクロスになってる感じじゃないですか、ウクライナ戦争に対して日本はまだちょっと結構入れ込んでる部分があるけど、まあ、そうですね、まあ、はい、というか儲けてる部分は一面として、だから一応日本もロシアとは、うん、中古の自動車を売ったりとかね、うん、あ、まだずっとしてますね、めちゃくちゃ売ってるわけですよ、であと天然ガスの輸入もしてますね、はい、そうなんですよね、でイランとまだ取引もしたりとかありますもんね、でも西側陣営として岸田さんも、うん、あのウクライナに行ったし、ね、ウクライナ支援しますというふうには言ってると、はい、やってますね、やってますね、でフランスは、うん、ここも無責任なんだよね実は、あ、その間にドイツとドイツとかアメリカとかポーランドがやってくれるから、うん、フランスとしては非常に無責任に振る舞ってる、第三軸としての、はいはい、第三者的なポジションを取れるってい う、 そう、まあ、それは土地のね、うん、あのロシアから離れてるっていうところのラグジュアリーというか、うん、その自分たちが持ってる特権みたいなところありますよね、うん、はいはい、そうなんですよ、やっぱ場所ってやっぱ大事で、うんうん、それどこの位置に、だからドイツよりも西側にあるわけじゃないですか、うん、そうするとロシアから離れてるから俺たち安心だみたいな、先にやられるのはドイツですから、ね、ドイツがやられてから考えたらいいと思ってるわけですから、それはやっぱちょっといいですね、だって我々だって北朝鮮に対してミサイル直接作るけど、うんうん、陸で言えば、うん、やっぱ韓国が先にやられるんじゃないかって思いますもんね、若干ね、はい、そういう気持ちはありますもんね、そういう気持ちは若干、日本海もあるし、だから韓国に踏ん張っててくれと思いますよね、はい、ソウルが火の海になっても踏ん張ってくれと、なるほど、はい、なるほど、そこはありますよ、はい、台湾に関してもやっぱりフランス、うん、そういう意味ではまだ強気でビジネスをしたいっていうのが、うん、できる環境にあるっていうことだから、うん、まあ、必然としてこういう形が出てくる、まあ、だから僕は地理が全てだとは言わないですけど、うん、やっぱ一つこの地理的な距離感みたいなものが、うん、国の安全、まあ、外交政策にやっぱり影響を与えるっていうのはこれやっぱり事実であって、うん、ナポレオンがよく昔ほらお前の国の地図を見てみろと、その見た瞬間に お前の国の 対外政策外交政策を当ててやるっていうふうに、まあ、豪語したっていうふうに言われてるんですけど、うん、まあ、一つ今回フランスがやっぱりその地理的な面でこういうふうに出たっていうのは一つ言えるんじゃないかな、 そうですね、その結果としてその高級ブランドのものを売るという売って、粗い利材を稼ぐという、うん、まあ、美味しい甘い汁を吸ってるという状況はいるんじゃないか、フランスと中国ね、はい、相性がいいんですよ、ほう、それはまたなんで、フランスのブランド品っていうのは、はい、この成金にぴったりなんですよ、あ、まあ、それは分かりますね、ルイ・ヴィトンとか、うん、ああいうものっていうのはちょっとね、はい、あのシャンパンとか、はい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 、ドンペリとか、はい、ああいうのはやっぱちょっとこう成金にぴったりしっくりくる、成金向けのやっぱりものを作るのはうまいという、まあ、そうそうそう、高級路線というかね、はい、ありますね、だから要は10億突っ込んで20億回収してから逃げるのか、はい、10億突っ込んでそのまま全部焦げついて、焦げつくのかと。ね、本当そこはそういう話ですよ。うん、ただ皆さん、はい、僕はもうこれ悲観派なんで、はい、おそらくこれ破綻して、うん、そのうちまあフランスが大損こくようなちょっと未来が、うん、はい、僕は見えるんじゃないかなとはちょっと思ってます。はい、まあその時期がね、うん、もちろんによると思うんですけど、はい、だからまあ一瞬まだ儲けられてる部分はあると思うんですけど、うん、これから本当にいきなり来ますからね、こういうのって、うん、はい、それが本当に怖いなというところですね。ぜ、う、ひ、ん、警戒していただきたいなということでございます。うん、はい、デンジャーゾーンすごい本だということをまずちょっと4つの点ちょっと言わせてくださいよと、はい、デンジャーゾーンっていうのはやっぱタイトルがあまりにインパクトがあって意味がわからない人が結構多いみたいなんですよ、話を聞くと、はいはい、でそれがですね、何かというと、はい、これ現在のですよ、バイデン政権の戦略方針を暴く本なんですよ、なるほど、どういう何を考えてるかとか、どういうふうに進もうとしてるかっていうのをもう
書いてると。そうです、あのバイデン政権およびバイデン の、 その背後にいる対中戦略を練ってる人たちの考えが、まあ、基本こういうことだよねっていうロジックが書かれてる本、はいはい、一つ目、現在のバイデン政権の戦略方針を暴く本で、はい、でこれがちょっと理解されてないので、はい、まずこれ1点目、はい、で2つ目、同政権およびその周辺の中国対中専門家ですね、どういうふうに見てるのかっていうのが分かります、はい、そのロジックが、で3つ目、それに対してどう対処しようとしてるのか、まあ、ほらデカップリングとかやってるじゃないですか、はいはいはい、そのもっとさらにその先の話も書いてあります、はい、なのである程度 の、 そのアメリカのやってくるだろうなということが予測できちゃうんですよ ね、はい、ね、だってもうそのプログラムとしてこういうふうにやった方がいいって書かれてる。で最後これ次の40年間、もしかしたら40年50年かもしれないんですけど、アメリカの戦略を決定づける本なんじゃないかということです。そうですね、はい、明らかに、まあ、もちろんその一つだけの本でアメリカの戦略すべてを決定づけるわけじゃないんですけど、うん、はい、そのうちの一つには絶対なりますよね、ということなんですよ、はい、なので、まあ、資料、歴史的な資料価値もある本だと僕は思ってます、はい、ということでこれはぜひぜひ皆さんにお読みいただきたい。これが分かれば、はい、逆に言うと国際政治が分かると、もうまさに米中20年戦争備えよっていうのをそのまんまの流れでデンジャーゾーンという作品ができてしまってるっていう感じですのでね、向こうがむしろ我々の作品をパクったんじゃないか20年戦争って書いてたけれども、はいはい、いやいや5年でやれよというのがデンジャーゾーンですのでね。